ウィンダム・ロタンダは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州、ブルックスビル出身。現在は、ブレイ・ワイアットと、ザ・フィンドの2つのリングネームで WWE に、所属。父は、IRS やマイケル・ウォール・ストリートなどのリングネームで知られる、元 WWF 世界大グ王者のマイクロ・トンド。弟は、ボーダ・ラスコとテイラー・ロタンダ。バリー・ウィンダムとケンドール・ウィンダムのおいであり。 WWE 電動車のブラックジャックマリガンを祖父に持つ FCWNXT 編集2009年から2010年編集2009年 WWE とディベロップメント契約を交わし入団4月に参加団体である FCW にてアレックス・ロトンダのリングネームでデビューリングネームをたびたび解明しデューク・ロトンド名義で落ち着く6月に 弟のボーロトンドとタッグチーム、ロトンズを結成。7月にジャスティン・エンジェルクリス・ローガンから FCW フロリダタッグチーム王座をダッシュした。2010年、WWENXT のシーズン2にルーキーとして参加。リングネームをハスキー・ハリスに変更し、コーディ・ローデスをプロに迎え、第4位という結果に終わった。NXT シーズン2が終了してからは、 FCW に戻った。WWE、編集2010年から2011年、編集2010年10月3日、WWE の PPV である、ヘルイン、a s l 2 0 1 0にて、ジョン・シナのネクサス入りか、ネクサス解散がかけられたウェイド・バレット対シナ戦で、同じ NXT シーズン2の卒業生であるマイケル、マクギリカチと介入し、バレットの勝利に貢献、シナを、 ネクサス入りさせた。以後、幕切り書きと共に、ネクサスのメンバーとなった。2011年、CM パンクが、リーダーの新生ネクサスのメンバーとして活動するが1月31日の、RAW にて、ランディオートにパントキックを決められ長期欠場となる。FCW、NXT、編集2011年から2013年、編集2011年3月18日。 FCW にて、アクセル・マリガンというマスクマンとして登場し、リカルド・ロドリゲスをスタナーで破った。しかしマスクマンのギミックは一回限りで終了。以後は、ハスキー・ハリスに戻して、FCW に出場。2012年2月、弟のボート・タックを再結成し、二度目の FCW フロリダ・タックチーム王座を退官。タック王座陥落後は、 NXT シーズン6に合わせ、サイコスリラー映画、ケープフィアーに基づいたギミック、ブレイ・ワイアットへとリングネームを変更。イーライ・コットンウッドを相棒にし、不気味で不可解な言動を放つワイアットファミリーなるユニットを結成。しかし、間もなく、ワイアットは負傷して欠場し、コットンウッドは解雇となりユニットは解消された。8月に、 FCW と統合した NXT に復帰した際、新たに WWE に入団したルーク・ハーパーを部下にして Y&FAMILY を再結成。また、11月にはエリック・ローワンもメンバー入りし、ファミリーを拡大。マネージャーとしてタッグマッチで相手チームへの妨害を加えるなど悪事を行い、またシングルとして試合に出場。2013年、 ファミリーと構想していた NXT タッグ王者である、ブリティッシュアンビションのオリバー・グレイを負傷させた。そして、グレイの代役となったボーダラスをも巻き込み、シングルマッチやタッグ王者戦で抗争を展開。4月のハウスショーにて、カシアス・オーノと対戦した際に、鼻の骨を骨折。そのため5月4日の RAW ハウスショーから、短期間、防護マスクを着用して出場していた。 この時期より上層部から期待されるようになり、5月2日の NXT にてクリス・ジェリコと対戦した。WWE 編集2013年編集2013年5月、ワイアットファミリーの PV が RAW やスマックダウンなどの番組で流されるようになり、7月8日の RAW でケイン対クリスチャンのシングルマッチにファミリーのメンバーと共に乱入。 ケインを襲撃したことで、抗争勃発。サマースラムのリング・オブ・ファイアーマッチにて、ハーパーとローアンの助けを借りて勝利。ケインを、行方不明にした。10月、ダニエル・ブライアンや、CM パンクを相手に襲撃を仕掛けるようになるが、CM パンクは、ザ・シールドとの抗争に移ったため、ブライアンだけを標的にして、抗争を開始。試合を行うたびに、一家の仲間になるように誘い、 12月の PPV で、ある TLC2013 において3対1のハンディキャップマッチや12月31日の RAW では、ガントレットマッチでは、勝敗の有無に関わらず、試合後一家総出でブライアンに対して暴行を加えていき、ついにブライアンにファミリー入りを決意させたと思われたのだが、それはブライアンが、ワイアットを翻弄するための演技であった。2014年、 編集2014年2014年1月13日、RAW で、ワイアットブライアン VS ウルソズのケージマッチにてブライアンに裏切られ敗退した、上ブライアンに制裁された。同月26日、ロイヤル・ランブル2014では、ブライアンと決着戦を行い勝利して、構想を終結。ロイヤル・ランブル2014でのオートン VS シナノ。 WWE 世界ヘビー級王座戦や2月16日の WWE イルミネーションチャンバー2014での WWE 世界ヘビー級王座争奪チェンバー戦の試合にも乱入しジョン・シナを敗戦させたことでシナとの交想に移る4月6日年間最大の PPEV であるレッスルマニア XXX ではシナと対戦して敗戦5月4日 エクストリームルールズ2014でのスティールケージマッチではワイアットファミリーが総力を挙げて介入してきたことにより勝利する。6月1日ペイバック2014ではラストマンスタンディングマッチで対決。最後は会場の機材を収納するボックスに放り込まれ脱出できずに敗戦した。6月29日マネーインザバンク2014において WWE 世界ヘビー級王座をかけたラダーマッチで対戦するがベルトをダッシュをするに至らなかった。シナトの構想後、7月よりクリス・ジェリコを襲撃して構想を開始。7月20日、バトルグラウンド2014では敗れたが、サマースラムと9月8日の RAW にて行われた刑事マッチに勝利し、構想は終了した。10月26日、 wwe ヘルイン、a s l 2014にてディーン・アンブローズ vs セスロリンズにて乱入。アンブローズを襲撃して敗北に追い込み、27日の RAW においてアンブローズを挑発した。また、ルーク・ハーパーとエリック・ロワンを羊の群れに狼を放ったなどと、尻滅裂な説明を行いファミリーからの独立を発表した。 アンブローズとの交想は年明け1月6日の RAW での救急車線に勝利したところで終了。2015年、編集2015年2015年2月22日、ファストレインにてジ・アンダーテイカーとの対戦を要求。ファストレイン以降、アンダーテイカーに向けて挑発続けるが、アンダーテイカーは姿を表すことなく3月29日、レッスルマニア31を迎え、 アンダーテイカーが姿を現し対戦。試合序盤より優勢となり、満身創痍の状態にさせるが、ツームストーンパイルドライバーで逆転を図られたものの、切り返してシスター・アビゲールを仕掛けようとしたが、アンダーテイカーも切り返して、再びツームストーンパイルドライバーを仕掛けられ敗戦した。マネーイン・ザ・バンクでは、ローマン・レインズの優勝を阻み、構想開始。 7月の PPV バトルグラウンドではコートをかぶった男が乱入し、ワイアットの勝利。コートをかぶった男の正体はハーパーで、ワイアットファミリー。サマースラムでは、ハーパーと組んで、レインズアンブローズと戦い敗北するが、翌日の RAW での再戦では、10月19日には、ローアンも復帰し、ワイアットファミリーは完全復活した。11月、 ワイアットファミリー全員で、9日の RAW では、アンダーテイカーがケイを呼び寄せて、ブラザーズ・オブ・デストラクションを再結成して撃退させる。同月22日、サバイバーシリーズ2015にてハーパーと組んで、ブラザーズ・オブ・デストラクションと対戦。中盤にはセコンドで介入してきた、ブラウン・ストローマンが、実況席へ、ダブルチョークスラムで叩きつけられ破壊。 リングへ戻ってきたところをハーパーと共に攻撃して、倒すが瞬時に起き上がるとハーパーと共にチョークスラムを決められ、最後にアンダーテイカーがハーパーにツームストーン、パイルドライバーを決めて敗戦した。2016年、編集ワイアットファミリーはドラフトによって、ブラウンストローマンが RAW 所属になり、脱退するが、ランディオートンが新たにファミリー入りする。2016年12月、 終盤に場外でオートンがライノからスピアを決められそうになるとセコンドであるハーパーが身代わりとなりライノガリングに上がると逆エビゾリで挑発してひるませるとオートンが RKO を決めて勝利ベルトをダッシュした2017年編集2017年2月12日イルミネーションチャンバー2017にてエリミネーションチェンバー マッチ形式による WWE 王座戦に出場。終盤に王者であるジョンシナ、アージ・スタイルズとの密どもいとなり、シナをシスター・アビゲールで仕留め、スタイルズと一気打ちになると打撃に苦しみ苦戦するが、最後にフェノメナールフォアアームを仕掛けようと飛んだ、スタイルズを捉えると、シスター・アビゲールを決めて勝利。ベルトをダッシュした。4月30日、ペイバック2017にて、 ランディ・オートンとハウス・オブ・ホラーマッチで対戦。最後はキッチンで襲撃して、オートンを倒し脱出。会場に戻り勝ち名乗りを上げているところに、背後より現れたオートンに襲撃され、窮地に陥るが、バックステージから登場したジンダー・マハル&、シン・ブラザーズがオートンを襲撃。マハルのベルトでの王だからシスター・アビゲールへと繋げて、勝利した。 7月、フィンベーラーとの抗争が始まるも、8月20日のサマースラム、9月24日のノーマーシーで相次いで敗れる。10月22日の TLC にて3度目の PPV 決戦となるはずだったが、大会直前にウイルス性の感染症を罹患し欠場。以後この対戦は自然消滅となる。12月頃、ウォークンにギミックチェンジしたマット・ハーディーとの構想を、 開始した。2018年、編集マット・ハーディーとの構想は、アルティメット・デリッションで敗北し、その後、転生の泉に落とされた。2018年4月8日、レッスルマニア34キコフにて、アンドレザ・ジャイアント・メモリアル・バトル・ロイヤルに乱入。マット・ハーディーの優勝を手助けし、試合後に抱負を交わしたクを結成。2018年4月27日、 クレイテスとロイヤルランブルにて、マット・ハーディーと組んで空位となった、WWE ロータグ王座をかけて、ザバーと対戦。終盤に、シェーマスからブローグキックを狙われるも、逆エビゾリでひるませ、マットの挑発で気を取られたシェーマスに、シスター・アビゲールを決め、最後に合体式となる、ホイール・バロー、ツイスト・オブ・フェイトを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2019年、 編集2019年4月22日の RAW より自身がホストを務める教育番組風のコーナーファイヤーフライファンハウスがスタート。良識的なホスト役かつ良気的なザ・フィンドという二面性を持ち合わせるキャラクターであるザ・フィンド・ブレイ・ワイアットへとギミックチェンジする。リングに突然現れマンディブルクローで襲撃して姿を消すといった行動を取るようになる。 スマックダウン遺跡後の2019年10月31日、サウジアラビアにて開催された PPV クラウンジュエルにおいて、セスロリンズとの王座戦に勝利、WWE ユニバーサル王座を奪取した。2020年、編集2020年2月27日のサウジアラビア大会の WWE ユニバーサル王座戦にて、ゴールドバーグの挑戦を受ける。 試合開始直後からスピアで立て続けに攻撃され、マンディブルクローで反撃を行うものの、最後はジャック・ハマーから3カウントを取られ、WWE ユニバーサル王座を失った。その後ゴールドバーグに勝利し、ユニバーサル王座を退官したブラウン・ストローマンとの交想を開始。かつて羊のマスクをかぶりワイアットファミリーの一員だったストローマンに、ファミリーに戻るようしつこく勧誘し、 5月10日のマネー・イン・ザ・バンクにて、ストローマンのユニバーサル王座に挑戦。試合途中にストローマンがかつて被っていた羊のマスクを再びぶりファミリーに戻ることを示唆すると、無頂点になり、警戒を解いてしまう。しかしストローマンのそれは演技であり、マスクを脱ぎ捨てて踏みつける。そしてその行動に動揺している隙を突かれて、ランニングパワースラムを決められ敗北した。 ホラーショーインエクストリームルールズでは、沼地戦で対決。ストローマンをマンディブルクローで沼地に沈めて、行方不明に追い込む。その後、ストローマンの友人であるアレクサブリスを襲撃するも、モンスターとして覚醒したというストローマンが、沼地から復活し、サマースラムでも、再戦、ストローマンの破壊力が圧倒していたが、リングマットをカッターで切って、 土台を剥き出しにする作業中に復活したワイアットがシスターアビゲールでストローマンを土台に叩きつけて王座を再ダッシュした。しかし試合後にローマンレインズの乱入を受けて二人ともリングから駆逐されてしまった。ペイバックではトリプルスレッドマッチでの王座戦が組まれレインズが姿を現さないまま二人で王座戦を開始。しかしストローマンをスーパープレックスで投げた際に リングが崩壊し、両者がダウンしたところで、レインズがやってきて試合契約書にサインして、リングインし、スピアーで疲弊した両者を駆逐し、ストローマンをホール。負けずして、ユニバーサル王座を失った。シスター・アビゲール・ギャクエビソリ、シスター・アビゲール・ブレイ・ワイアットになってからのフィニッシャー。変形のフラットライナー。NXT 時代は、敵と無理やりに踊ってから放っていた。また、 技を放つ直前、相手の額にキスをする。乱戦時など、稀に走り込んできた相手に、カウンター式を使用する。相手を、フラットライナーの体勢で組み合い、一度相手側に、体重をかけて傾けてから、横方向へのひねりを加えつつ後方へ反転して、倒れ込み、相手の顔面からマットに叩きつける技。マンディブルクロー2019年から使用。相手の口の中に、 自身の指を入れて、相手の喉を塞ぎ入れて、呼吸を圧迫させて、相手を窒息させる、拷問着。ランニング戦闘 NXT および、ネクサス時代までのフィニッシャー。スタナーアクセル、マリガン時代のフィニッシャー。エルボーエルボー、スタンプバックエルボーナックルパンチクローズラインショート、アームクローズラインビッグブーツフライングボディアタック、通常のフライングボディアタック、コーナー串刺し式。 フライングボディアタック2種類を使用。スープレックススーパープレックス裏落とし裏投げと、チョークスラムの合成に。裏投げのようにクラッチして、相手を抱え上げ、そのまま下方へ投げ捨てるように背面から落とす。オクラホマスタンピードバックスライドスクールボーイスモール、パッケージホールド逆エビソリ技ではないが、ワイヤットを代表するムーブ。基本型は、コーナー付近に立ち、 トップロープをつかみ体を後ろに倒しアピールする。稀に映画であるエクソシストの登場人物で悪魔に取り憑かれたリーガン・マクニールのようなスパイダーウォークをすることによって対戦相手に精神的揺さぶりをかける。wwew、マット・ハー,ディー・ dw、ランディ・オートガンド、ルーク・ハーパー・カイ・ w w ボー・ロトンド。ありがとうございます。